はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、続きをやっていきます。灼熱の砂漠、サラマンダーを探しに行くところですね。で、ここの広場でビル&ベンを倒したので壺が余ってんな。とりあえず回収してくれ。 30% 増えんだね。あ、めちゃくちゃあるわ。これもうちょっと有効活用すればだいぶ早く倒せたと思うけど、まあいい。美獣がいたんだよね。それはまだ関係ないか。さらに奥、火炎の谷。これ溶岩どうなんだろう。多分落ちれないとは思うけどね、見えない壁で。右か、あれ、またすぐ近くに女神像がある。あ、でもなんかこっち、あー、炎が噴き出してて、いやいやいや、アホだろ爆風に吹き飛ばされて入れない。なんか見て突っ込むのがかなりアホだな。ドジッコ186、ファイヤードレイク。いや、でもそんなに強くないな。柔らかい気がする。こいつはちょっと待って、もう縦持ちっていうか全部左右で一体だけか。よし、シャルロットもレベルアップ。飛んでるから、というか使おう旋風剣。どんだけ巻き込めてる。3人巻き込めてるかな。巻き込めてるっぽいね。一掃、あ、一掃じゃない、残ったか。ちょっと待って、ハンドアクセス避けよう。ちゃんと避ける。攻撃するだけが強さではない。あれ、これはこれでいけってこと。関係ないけどね、走ればいけるっぽいけど。ダメージ食らうのかな、失敗したら。痛くなった。54。しかもなんか暗闇になってるっぽくない。何これ、暗闇だよね。なぜ暗闇になる。自動で治んないのかな。ちなみにこれ他の2人さ、巻き込まれても大丈夫だ。強靭な肉体を持っている。そして回復ポイントもちゃんと用意されている。親切じゃないか。え、なんだ今の。忍者マスター見えん。知獣、攻撃力は相変わらず強いね。やべやべやべ、この辺の敵は全滅させたようだな。おお、いるいるいる。ソードマスターはもうマジで誰。シャルロット、自分で何とかしろ。てか俺もやばい。ムーンセーバー使おう。ちょっともう200で使う。一応範囲はあるよね。多分アンジェラ・シャルロットって本当に敵単体な気がするから。ダーツ、てか俺もなんかさ、アイテム持ってるんだよね。ボムだかなんだかよくわかんないけど、一回も使ったことない。くぼみ、宝箱、パックンチョコ。なんか後ろ向いてんな。攻撃を仕掛ける。しっかり攻撃を当てれば。楽勝。砂漠より熱いんだけど。これは落ちたらどうなる。落ちたくはないな。今度は横に出る炎か。これこっちでいけない。こいつら炎に巻き込めないのかな。さて行こう。で、これは多分水筒のプラス。いや、つえ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 、連続で食らうとまずいんだよね。ファイヤーブレ、ちょっと待って、逃げろ。
いや、シャルロットのヒールライトはマジ助かる。俺一人でも十分。てかやっぱ全体を回復できる魔法の役がいないときついよね。全員攻撃メンバーだと使おう。ここはたまったらどんどん使う。攻撃してる間にどっか吹っ飛んでいっちゃうからね。あと誰やった。ジェリーだったで、また少し砂漠より熱いんだ。アンジェラのマジックパワーが減ってきて、これどうすればいい。あっち行きたいんだけど、なんかありそうだよね。タイミングを見て、宝箱いいものが入ってない。このためにえ、食らった。シャルロットすまん、俺は自分のことしか考えてなかった。ちょっと待って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 、仲間のことまで考えられませんよ。俺はめっちゃ食らってんだけど。てか溶岩に怒ってるし、あいつダメージ食らってる。一応なんか痛いみたいなことは言ってるけど、あ、ここサボテンくんがいる。すげえ見やすいとこにいんな。サボテンくん全然見つけてなかったな、そういえば。これで未発見の宝箱の数が分かるようになりましたと。マップで確認しましょうということね。いいものあげるって何？よく分かんなかった。やるわね。あ、食らってはないね。だって280のまんまだもん。あっちどうなんだ。行こう。まんまるスロップ。溶けてんだろうもうこれ。まんまるドロップとか大丈夫かこいつら。上がってこれない。氷岩の上を溶岩渡り、覚えているか。さすがだな。俺が落ちたらどうなんだろう。ダメージ食らって終わりそう。あれちょっと待って、こう来て逆だ逆だ、進みが逆だったね。でこうで、でサボテンくんがここにいて、あれちょっと待って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 、こう来て、やるわねって、お前の方がやるよ、ヒットポイント減ってないんだから。でこっちに来て広場ためとこう。本当だったらもう他の2人もう必殺技を使ってった方が良さそうだけど、真空で強力なものを使っている。ちょっとヤバくない、一瞬だ。もうぐちゃぐちゃすぎる。とりあえずアンジェラを蘇らせよう。やばい、死ぬ死ぬ。シャルット回復しろ。ソードマスター攻撃力が高いな。ムーンフィーバーは多分ちょっと回復できなかったっけ。クラウト、クラウトっていうか攻撃すると。いていていて、忍者マスターマジ攻撃回数が多すぎる。そろそろアンジェラはもう魔法使わなくなるから。クルミ、クルミをもう少し補充しておきたいな。で、まあ、ちょっと行けるとこは行ってみよう。はい、回復。パックンチョコ、いやチョコレートこそ溶けてんだろもう。こんなところに置いてあったらドロドロだよね。でセーブポイントがあっての目的地か。これはまたかなりのボス臭がするけど、ちょセーブいるね、美獣がいるね。セーブだけしとこう。じゃあ行きますか。300300300あるんで。でもまあ美獣とは戦わないと思うんだよね、さすがに。炎のなんか、おっとそれ以上近づくと
この小娘を炎の中に投げ捨てるよ。アンジェラとかだったら大丈夫なのに。他にも仲間が嫌がったのか。ノレ、覚えておいで。たかたか腕に刺さったくらいで撤退するのか。その子は大丈夫か。気を失っているだけのようだが、かなり弱って、彼女は美獣に呪いをかけられていたんだ。なぜか呪いは解かれているようだが、このままでは危険な状態だ。長い間にわたって呪いがかけられていたため、心と体が弱ってしまっているようだ。ジェシカ、しっかり。俺はジェシカをディーンの村に連れていく。君たちはマナストーンのところへ急げ。美獣の狙いはマナストーンのエネルギーを放出することだ。気をつけて。先へ行こう。あ、なんだ。あ、マナストーンか。いや、なんか今出てきたな。トピックみたいなのが。マナストーンのエネルギーを放出したよ。マナストーンの封印を解く金樹の媒体にするために、あの小娘の呪いを解いてここまで連れてきたが、思わぬ邪魔が入った。まったく役に立たない小娘だよ。だが代わりにお前たちが倒したビルとベンの魂を使ってやったのさ。要は誰でもよかったんだけどね。聖域への扉は我が主黒の貴公子様が開くのさ。この敵のさ、消えてワープするシステムすごいよね。一瞬でどこでも行けるし。最近こういうところでボスが出てこないな。解放されている。アルテナもそうだったけど、美獣も聖域への扉を開こうとしている。みんなマナの剣を狙っているんだわ。もしマナの剣が悪しき心の持ち主に使われてしまったら、マナの木は枯れ、世界からマナは完全に失われてしまう。封印されていた神獣が蘇り、世界は大変。急ぎましょう。早く精霊たちを見つけて、彼らより先に聖域への扉を開き、マナの剣を手に入れなければ。で、肝心のサラマンダーは、いや普通に出てきたわ。話は聞いたぜ。この女、マナストーンをこんなにしやがって許せねえ。俺も力を貸して。おお、燃えてきたぜ。満々ね。これからもよろしくね。うん、任せすぎ。オラオラオラ。うう、つや。次の精霊サラマンダーの力を手に入れた。いや、ここのボスはビルとベンだったんだね、簡単に言うと。で、火属性解放、フレームセーバー、パワーアップ、味方の攻撃力をアップ、ファイアーボールなどなど。さあ、次のマナストーンを探しに行くぞ。あ、クラスチェンジできるよーっていうことね。サルロット、二度と砂漠には近づかないでち。あれ、これってさ、魔法のロープで変えれる。ちょっとアイテム、魔法のロープをこれこっから使えるようにしたいよね。ノームの像はいらないから、で開いて魔法のロープ普通に戻れる。え、ここなの入り口って。で、灼熱の砂漠はさすがにダンジョンではないから、魔法のロープとかでは帰れないはず。ここら辺の敵、まあ一応倒していくか。砂漠のありで、この敵の手だ
ぜ。サクッといこう、サクッと。あっ、すげえ減ってる。よし、OK。あれ、結局爆風で進めなかったっていうところか、言ってなくね。まあ、よくわかんなかった。あ、石化した。シャーロット。スカバーブの成績。一応使うか、プイプイソウ。セクシバシ、うわぁ直撃した。自動的に変わるな。もちろんカトンボが、どっちから来たっけ俺。もう使おう、溜まったら使う。最近敵が結構硬いから。こいつもガード破壊してある。こっちは意味ない。で次は、まあ、魔法王国アルテナが無難だと思うんで、いけね。リュウサが、これ厄介で、ただ引き寄ってる。ちょっと待って、すぐに回避行動に移れない。ギルドって何？だってこいつが一番硬いよね。ダークプリスト先に立ってる。圧倒し。頭突き突進がね、普通に強いんだよ。この辺の敵は全滅させたようだな。あれ、なんもない。アンジェラのマジックパワーがまた減ってるけど、ちょっとここでは使いたくないよね。俺どっから来たっけ。これこっちから行ける。200力で村があって、正直村はもう通過しちゃっていいと思うんだよね。てかもうこの砂漠にはそもそも用がないっていう。すぐに砂漠の敵の方が強くないっていう。見えん。コカバードに成長すると完全にヒットポイント回復されんな。届かねえし。お金いくらあんの俺。防具が揃ってないからな。実は呪文的に使おう。ためすぎるのはもったいない。たまったら逐一消費していこう。え、なぜなぜ石化した。てかシャルロットになったままだったし。いいね、ヒルライト本当にいいわ。回復はする必要ないか。あれ、これどっから来た。本当どっから来た俺。あ、そうだよね。でこっちからこう流れてこっち来て、一応お金がないから戦うから戦ってこう。多少なりとも装備を整える金がない。あとはアルテナに行ってどれだけの武器防具が売ってるか。
アルテナの方がなんとなく先っぽいよね、この話の流れ的には。まあどっちから来てもいいんだろうけど、こいつは厄介すぎるからな。まず貯めてガードを取った瞬間潜伏受け、他の敵は巻き込めたらラッキー程度だ。巻き込めてるけど、めちゃくちゃ巻き込めたな。後ろの二人がもう死にそうになってる。瀕死だ、死ね。あれ、ダークミスト回復してないか。この砂漠の一番の敵は日光ね。こいつも倒してこう。ちゃんと当たれば3分の1くらいは減らせられるね、ワンターンで。1、2、3、これで3段目のこのやっぱ強攻撃強いな。でまあここもいいかな、もう普通に帰ろう。次はアルテナを目指してピーヒャラブへ行きましょう。意外に早いからね、こいつ。それじゃ、レイカの雪原に行ってみるか。私の故郷はこの辺だから、道案内してあげるわ。雪の都エルラル、変なところにいると思った。アルテナ兵が面倒だけど。とりあえず、なんか上っぽいよね、目的地。ここ、火山島物価かな。乗るっけ、この場所、ここ火山島物価だよ、みたいな。ここなら、どこ混んでんだけど、街を見ただけじゃない。これブラックマーケットだな。あれそうだよね、これ街を表示してほしい。俺はどこにいるんだ。ワールドマップってもう少し広げらんないのかな。あっちから上陸しろって言っているチーズが。ここがアルテナの城かな。さすがにここから上陸はできないから行こう。これ出るね、エルランド。雪の都エルランド。頭が寒そうだ、あのじいさん。帽子でもかぶればいいのに。自分の国から指名手配されている。すぐ分かんだろう、王女様だから。あ、ちょっと武器屋見てみよう。ハートの扉だったな。いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。あ、同じか。多分同じもの売ってるっぽいね。じゃあどっちから来てもいいんだ。でもそうするとレベルが上がってるから攻略は早そうじゃん。モンスターレベルも大して変わんなそうだし。いらっしゃい。ここは防具屋。商品揃えてるよ。9000円買えるな。買おう。気に入ったぜ。バラのレオタード。いい仕事してるで。1200円しかない。魔法のくるみ欲しかったんだけどな。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。13個か。いや、ちょっとプイプイ層も減ってんな。お目が高い。これは5個でも100円だから一生。星屑ローブは使わないから、魔法のくるみ2つくらい補充しておこう。1000円を切ってしまった。そしてさらにマジックパワーもヒットポイントもない。アンジェラは、まあ、いろんな人の話を聞いている暇はないよね。まあそんなわけで一回じゃあ回復させて、まあ、次はアルテナの町からやっていきますか。あれ、ここエルランドか。アルテナの町じゃねえし。
というわけで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。